どうも、ケルト山田です。今僕はとある国に対しての羨ましい思いでいっぱいでございます。韓国で山頂&ルギアの復刻が1週間も行われることが決まったんですよ。ということで今日はそちらの情報と、あとそれ以外にもね、まあ日本国内だとそれ関係ないじゃないかと思われる方いらっしゃると思うので、今のハロウィン系のねイベントとかの、その辺の話もちょっとしていこうと思います。ということで本日お伝えする内容はこちら。ポン、あーもう行きたい、韓国行きたいな、パスポートでやせば俺。はい、ということでね、韓国のポケモン GO、向こうの公式サイトでイベント発表を行ったんですね。で、この画像が、もう、ファイヤー、フリーザ、サンダー、うわー飛んできてて、で、さらに周りはね、レアなポケモンたちがポポポポと出ているような状態なんですよ。で、これがね、なんかね、横浜イベントに割とちょっと近いような雰囲気が漂ってまして、結構いい感じのイベントっぽいんですよ。ということで、公式サイトはこちら、はい、ドン！読めねえ！俺、ハングル読めねえんだ。どうしようかなと思ったらさ、グーグルってすごいね、翻訳してくれるんですよね。ということで、翻訳機能を使います。はい、せーの、ドン！はい、読める！これなら読めるね。韓国での初の公式ポケモン GO イベント、ポケモン GO ウィークインコリア。いや、ただ、訳し方がちょっと変なところもあると思うんですけどね。いきましょう。トレーナーの皆さん。多分前株になってるのかな、きっと。ポケモンコリアが主催する、かっこ、ポケモンフェスタが、11月4日土曜日から11月12日日曜まで韓国で開催されます。このイベント期間中、韓国の全地域、やばない？韓国って行われてるんですよ。どこかじゃないですよ。国を挙げてってことですね。かっこ一部地域を除く。で、通常よりもポケモンの出現確率がより高くなる予定です。あ、ソースが追加されるんでしょうね。そして、11月10日、金曜日から12日日曜の間にはさらに驚くべきニュースがあります。ソウルにあるトレーナーはフリーレ。まあ、フリーザのことでしょうね。フリーレ。サンダー、ファイア、そしてルギアとレイドバトルが可能です。つまり、ソウル市内ですね。が3日間週末は山頂プラスルギアが復刻ということでございます。かっこロッテワールドモール地域を除く。あ、ロッテワールドっていうのもでっかいのがあるんですよね。あのロッテってあのロッテですよ。皆さんご存知の、 あの日本にも企業があるさ、このロッテさんのロッテワールドっていうのがあって、まあ、その近くはちょうどないようです。ロッテワールドモールの近くではなかなか会うことができなかったポケモンマイムマンとあのをキャッチする機会がします。あ、マイムマン、これどう考えてもバリアードでしょ、これでしょ、これパントマイムのマンだからマイムマンイコールバリアード。ポケモンフェスタは素晴らしいイベントになるはずだから。あ、急に友達みたいなトーンだったぞ。韓国のトレーナーならこの機会にソウルを訪問してイベントに参加ください。日11月4日から12日、場所は韓国全域。そしてソウルロッテワールドモール、費用は無料ということですね。つまり韓国の全域ですね。でまずポケモン湧きやすくなった、そして山頂プラスルギアがソウル市内に出ます。そしてロッテワールドモールでは、アンノーンとバリアードが出ると。これアンノーンどっちだ、コリアか。あの横浜だったらほら横浜だったじゃないですか、各場所でやってたんで。ロッテワールドはこれはソウルなのかな、どうなんだろう。もしかしたらその地域の名前かもしれませんが、まあ、今回のイベント名が、ウィークインコリアなので、まあ、コリアになる可能性が高いのかな。ということで今回横浜じゃない、韓国限定でね、こういったイベントが開催されますと。まあ日本もそうだし他の国でもね、今までその国だけの、ポケモン GO イベントっていうのが行われてきたので、まあそれの韓国が初っていうことですね。日本でもやってほしい、こういった感じの復刻。あ、そう、韓国ってさ海外じゃないですか。ぶっちゃけ日本からの韓国ってあんま高くないんですよ。まあ、それこそ沖縄とか行くぐらいだったら正直韓国の方が安いですよね。まあ、もちろんパスポートとかさ、前もっての準備が必要なんですけども、その飛行機代とか、あとはその宿泊費とかそういうのいろいろ考えたら、もしかしたらこの3日間山頂とか出てくるタイミングで、もしくはそのアンノーンですよね、アンノーンとこのバリアード、前回行けなかった方とかは行ってみるの全然 OK だと思います。なんか場所によって本当に、この前の横浜遠くて行けなかったよって言ってる方、横浜と韓国
言うてそんな変わんないよって全然なりえますね。ということで結構日本国内から行かれる方多いんじゃないかなと個人的には予想しております。ただタイミング的に11月なので日本だとその鳥取イベントがあるじゃないですか。で、まあ、山頂は正直全国に出ていたので持っているよと。で、アンノーンぐらいが欲しいかなって言った方だったならば今回の韓国イベント行っても鳥取イベント行ってもまあいいとは思います。鳥取は鳥取砂丘が対象なので結構その範囲の差がありますね。まあでも向こうは国を挙げてのイベントなのでまあその点はねまあ仕方ないと思います。はい、そんな感じでございます。それじゃあ他の話いきましょう。今のタイミングだと皆様やっぱりハロウィンイベントの情報が気になる方多いと思います。それで2つちょっとあるんですね。闇ラミ、金の闇ラミ、こちらが卵から出るのか出ないのかっていうのを僕はよく質問いただきます。出ます、出ますね。卵からの発見報告が、出てきました。ちなみに、今回夜回る影坊主闇ラミ全てが卵にもう入りました。夜回ると、影坊主は5キロ、闇ラミは10キロですね。ということで10キロ卵をずっと割っていればもしかしたら卵から、金の闇ラミが出てくるかもしれません。しかしここで気になるのは確率だと思うんですね。どれくらいの確率で金の闇ラミは出てくれるのか。こちらも実は、金の恋キングの時の確率ってものは実は海外で、既に検証がされているんですね。金の恋キング、こちらの出現率は400分の1、およそ 0.25% ってところですね。もしも闇ラミも同じだけの確率ならばまあどうしても欲しかったら400体まず捕まえようかというところでございます。出ないじゃん闇ラミ、全然いないじゃん。これ結構しんどいですね、今回のイベントの鬼門だと思います。また、今回のイベントが終わってしまえば出現率がガクッと落ちるはずなんですね。金の恋キングが実装された時っていうのは水ポケモンのイベントということで普段だったら恋キングが出てこないようなところでボン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 恋キングが湧いてきている状況だったんですね。その時に比べると、まあ、恋キングと闇ラミだと闇ラミの方が出現率割と低いのでやっぱりきついで、色違いということで確率はさらにきついということで今回はね苦戦している人は多いと思います。色違いポケモンね、フィールドに出た段階だと紫でタップしないと金かどうか分かりませんっていうのは以前の動画でも、紹介したので皆様もぜひね、闇ラミ見つけたら必ずタップしましょう。で金の闇ラミを、まあ、確率すごい低いけども、まあ、頑張ってゲットしていけたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回紹介したい情報はこの辺で終わりです。それでは質問コーナー行ってみましょう。はい、それでは今回はね3つ質問ちょっとピックアップしましたのでこちらを答えていこうと思います。はい、まず1つ目は、お名前がハンドッチさん。質問、サイドンは伝説のレイドバトルで大活躍ですが今後まだまだ強化した方がいいんですか。ですね、僕は本当に個体値がいいやつを引いたらまあ育てようかなと思ってたら97% かなのやつを引いたので、まあ、そいつを強化しようと思ってるんですけども基本的には増やさなくてもいいんじゃないかなとは一応思ってます。まあ初期の山頂とかが復刻した時にも活躍するし、まあ、今回来ている雷光レイドでも活躍してくれるのですがぶっちゃけ今持っているサイドンで例えばそのレイドで、まあ、十分勝てているという方ならば増やしたりとか今以上に CP を上げるとかする必要はないと思います。というのも第三世代以降ですねで、すごく活躍するかと言われればそうでもないので砂を、まあ、サイドン以外のものに回してあげた方が、僕はいいと思っています。まあ、第三世代 の伝説とかが実装されるタイミングでね、まあ、何のポケモンがおすすめなのかっていう動画また作ろうとは思っているのでそういったものをね参考にしていただければ嬉しいかなと思います。もう、雷光レイドそろそろ終わってしまいますのでサイドに関しては育成は一旦ストップ、それ以外のポケモンのために砂の温存をしておきましょう。はい、それでは次いきます。お名前が吉田正也さん。質問、いつも楽しく拝見させていただきます。ありがとうございます。スイ君や雷光の低個体値は博士に送った方がいいですか。ボックスが圧迫しております。山田さんはどうされていますか。よろしくお願いします。はい、僕はもうボックスから博士に送っちゃってます。はい、スイ君とかも何だったら目覚めるパワーいろんなやつ欲しいなと思ってたんですが、結局使わなくねと思ってもうそういうのもね、送っちゃってます。
各そのポケモン各種類ですね、ごとでマックス6体までいればいいかなと思っているので、今も雷光レイドをゲットして、あの個体値見てトップクラス、僕黄色チームなので高いやつはトップクラスって言って、言ってくれるんですよスパークさんが、そうじゃなかったらトップクラスじゃなかったらもう送っちゃいますね。でトップクラスの中でも CP そうでもないなってやつらは博士送りというふうにしてあのいます。まあ、たくさん持っておきたい気持ちもわかるんですけれども、ボックスは限りがあるのでね、うん、あの上限解放も来てないのでということで結構送っちゃってます。はい、それでは次いきましょう。ラスト1、お名前がユーピーさん。ゾン、動画内で今から会社に行ってって言われること時がありますが、勤務時間がフリーなんですか、フレキシブル勤務とかですか。そう、これね、僕の仕事をどういう感じでやってるのっていうのが割とねコメント欄や、あとお会いした方や、あとはリプライとかでよく来るんですよ。で、まあ、さらっとお話しすると、うちの会社って基本は10時19時なんですよ。ただし自分のその業務によってその何ですか、割とうまいことずらしていいんですよ。まあ、例えばうちって攻略サイトじゃないですか。まあ、僕は動画やってますけど、攻略チームの人とかで新しいボスが夜の9時21時に来ますってなってたらさ、19時にお疲れ様ですって言って帰っちゃって21時に始まって、で翌朝の10時出勤した時に、じゃああのボスやるってやったらもう手遅れなんですよ仕事としてね。19時からわーって仕事をしないとやっぱいけないんですね、っていう、まあそういう仕事会社なので基本的なあの勤務時間っていうのは決まっていますが、もう大幅にそれをオーバーしたりとか、それよりも少なく働くってことにならなければ自己申告で、まあ今日は何時から何時にしますとか、っていうのが言う OK です。例えば僕ライブ配信やるじゃないですか夜ね、ああいうのはだからその分夜遅くになってるから別のところで調整してたりとか、ただこれはチームとか、あとその部署とか、あとはまあ YouTuber だったなら YouTuber ごとに結構もう会社のその10時19時に合わせるっていう人もいれば、あ、まあそこはまあ自分次第でっていうような、結構もうおのおのな感じはありますね。はい、まあ自由すぎるからうちの YouTuber はね、こう顔を合わせないタイミングとか全然あるんですけどね。はい、まあそんな感じですね。まあ割と気になってる方いるんじゃないかなと思ってちょっとさらっとお話しました。ということでポケモン GO関係あるものも関係ないものもいつも受け付けております。まあできる限りね回答していこうと思いますので、こちらの動画のコメント欄にね質問、入れていただければ、まあ次回以降の動画でお答えしようと思います。ただ全部はちょっと無理なんでね、その時その時でいけるやつやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ヤマワチャンネルでは現在様々な仕事の依頼を募集しております。コラボの依頼やタイアップの依頼なんでも結構です。こちらの動画の概要欄にあるメールアドレスまでご応募お待ちしております。よろしく。